こちらですね、マグロ納豆ですわ。これちょっと醤油をねかけてこれでいただきたいと思います。これめっちゃうまそうやね。関東いたらなんかほらマグロとか納豆とかって言ったら美味しいってイメージがありますよね。これよくね混ぜて混ぜてほら、あもうでもねこれ本当はねお腹にたまるんですよね。山寺です、今日は船橋に来てます。なんかね一平さんっていうお店ちょっとめちゃくちゃ興味あるんでこちらの方で食べ飲みしてみたいと思います。一平さん行きますわ。はい、今日はですね一平さんに来ました、撮影許可いただいて、まずはですね梅ハイこれで乾杯しております。皆さんお疲れ様です。乾杯。思い当たる案件が出てくる。すごい安いな。こんな激安な店っていいんやろか。めっちゃ安いはい、こちらですね、つぶ貝いただきますわ。これめっちゃうまそう。ちょっとこれいただきます。こちらのつぶ貝いただきますよ。めっちゃコリコリしてるな。歯ごたえがすごい。うまっ。いいお店はこれ最高。はい、こちらですねイワシのお刺身ですわ。これめっちゃうまそうやん。うまっ。めっちゃうまい。これ脂が乗ったイワシでね、新鮮。これやっぱりね新鮮なもんでないと出せませんしね。めっちゃ美味しいな。こちらはんぺん注文しました。はんぺん、はんぺん焼きっていうのは山寺あんまりねこれはんぺん焼き食べたことないんですよ実は。そう関東いたらなんかはんぺん焼きがあるのかなというイメージなんですけど、勝手にイメージだけ言うてるんでごめんなさいね。関東の方もし無茶苦茶言うてたらほんまに怒ってください。はんぺんいただきます。うまっ。はんぺん焼きねすごくね香ばしくってふわっとしてね。一平さんいいですね。料理も安いし飲み物もすごく安いの。いやーここは皆さん来てほしいわ。千葉県船橋市最高山寺。山寺こんなね大きなはんぺん焼きがこれ300円ですせ。あもうほんまにもう山寺はこれふわっとした食感大好き。このまこれはんぺん焼きってあんまり大阪では見かけないですよね。はんぺん焼きとお酒梅割り梅サワーかな。梅ハイうまい。
ニラ玉いっちゃう。こちらですね、マグロ納豆ですわ。これちょっと醤油をねかけてこれでいただきたいと思います。これめっちゃうまそうやね。関東いたらなんかほらマグロとか納豆とかって言ったら美味しいってイメージがありますよね。これよくね混ぜて混ぜてほら、もうでもねこれ本当はねお腹にたまるんですよね。お腹にたまるんだけどもちょっと食べてみてね。うわもういいわ。なんか関東でさ納豆とかマグロっていうのは僕憧れるんですよ本当に。いただきます。やっぱりね想像通りのうまさ、めっちゃうまい。みんなで祭りっこでっかいのか、うん、納豆も美味しいわ。でも何だろう、大阪で食べる納豆となんかちょっと違うような感じがする。美味しい、一緒だと思うんだけどね。2杯目の、梅ハイですわ。パチンコ行った方が近いですね。梅の酸味がたまりません。うまい、はい、マグロうまいわ。うまいわ。あーうまい。こちらですねポテトサラダなんですよ。これ手作りでめちゃくちゃ美味しそう。こちらのポテサラほんまに美味しい。最初パッと見たらこれ手作りかと思ったんやけど、食べたら手作りも分かるし、じっくりこう見るともう手作り感バリバリの、ポテサラだ。うん、うまっ。ポテトね、じゃがいもマッシュしてる部分とちゃんとこのなんていうのブロックにする、ちゃんと歯触りにあるじゃがいもと両方混ざってて、でハムとかチーズとかニンニンとかねまんべんなく混ざってるんですよ。具沢山めっちゃうまい。でこれがねなんと、まあ、この値段見てますけど250円、めっちゃ安い。このね梅ハイも250円で、これめちゃくちゃ安いじゃないですか。東京とか関東、まあ高知ばかりなんですけど、高いイメージがあるんやけど全然違う。これはね僕のね今までね関東は高いというイメージはもう覆されてますわ本当に。前回も前々回もいろんな店回らせていただいてるんですけど、安い、むしろね関東の方が安いに違うかなと思ってしまいましたね。っていうか思ってます。うん、素晴らしいお店が要件あるんでね、皆さん関東来てみてください。特にこの千葉の船橋やばいっすよこれ。うまに、うん、渋いお店が要件ある。昼飲みができる、これはいいわ。ちょっと東京というか関東に住みたくなりますね、うん。もうね3杯目に突入しましたよ。というかもう今日私これ4軒目なんですけど、めっちゃ飲んでますよ。めっちゃ酔っ払ってます。やばいですね。これ明日も明日は北千住の方に飲みに行こうと思うんですけど、ちょっと難しいんちゃう。明日2日目になってノックアウトしてるかもしれないわ、うん。いやほんまに一平さんやばいね。一平さんすごいわ。マグロ納豆も美味しいんよこれ。はい、こちらねいいですよ。こちらはんぺん焼きの方いただきますよ、うん。これ焼きはねほんまに大阪にはないし、
そもそも大阪にはこのはんぺん系はあんまりないです。まああるかもしれんけども、あのね、山ではよく食べる梅焼きっていうのはよくあるんです。梅焼き、おでんの梅焼きね、これはんぺんなんです。めちゃくちゃうまそうじゃないですか。というかうまいですよ。さっきから何回も食べてますけど、もうこれ食べて山ではちょっと次の酒場に行きますけど、僕は最高。あ、うん、うまい。この柔らかいふわっとした食感ね、マシュマロみたいな、うまい。もちろん梅焼きも、梅焼きはね、もうちょっとこれをねハードにして、なんかちょっと卵が入ってる感じでも、これははんぺんなんで、なんていうの、魚のセミっていうんかな、これそのものの美味しさがあるね。うまいな。うん、ホタルヌタリイッチョ。一平さん、あのめちゃくちゃ安くて美味しくて雰囲気がいい、いい酒場なんで、ほんまに来てほしいと思います、うん、千葉県船橋、最高やね。ほんまに最高です、マジで。はい、今ですね、一平さんで飲んできましたけどね、めちゃくちゃいいお店やし、食べ物が安いっつって、あと酔っ払いましたわ。ちょっと調子乗って飲んで食べて、めちゃくちゃ酔っ払ったわ。もうほんまにグデグデです。いつも山寺の YouTube を見ていただいているリスナーの方々、本当にありがとうございます。よろしければチャンネル登録とグッドボタンいただくと嬉しいです。お疲れ様でした。もう酔っ払った。